クーデター入門からまだミャンマーの政変というところで、はい、まあこれはちょっと触れざるを得ないですよね。まあ、そうですね、はい、ということなんですが、はい、これですね、まあ、クーデター入門、ほら日本でクーデター本何冊か出てるんですけど、はい、そうですね、あの本格的なクーデター本っていったらもう僕のが翻訳したこれしかないんで、はい、そうですね、はい、ということでございます。ルトワックの、はい、クーデター入門でございます、はいはい、これね視聴者からちょっと要望がありましてですね、はい、僕ほら例えばバイデン政権がクーデター政権だとかいう人たちとかいるじゃないですか、うん、はい、それとかアメリカが軍事政権に移行してるとか、はい、そういう、まあ、意見があってですね、うん、で用語や定義がやっぱ根本的にトンチンカンなのが多いから、はい、ちょっとしっかり定義してくれっていう、はい、方がね、はい、来たんですよ。あの 有名人のほら指揮者の方でも結構、はい、わけ分からずにクーデターとか使ってる人いるんで、あ、そうですね、ここはきちっとクーデターの専門家であるところの、はい、ルトワックの本、はい、などからですね、ちゃんとね、いろいろ引用して、うん、はい、で説明ちょっとしようかなということで、そうですね、今回のクーデター出したら一番じゃないですか、はい、まずちょっとそのクーデターの定義とか後でまあ言いますけど、うん、はい、一応分類的にはこうなりますということをちょっと皆さんにお伝えしたいと思います、うん、はい、4つの例をちょっと今回挙げました、うん、はい、1つ目、じゃあアメリカ大統領選挙、はい、まあ、ついこの先日起こった1月6日の事件があります、はい、議会突入事件があります、はい、うん、あれは基本的に学問的に何ていうのかというと、うん、はい、僕はこれ定義から見ると国内テロ、あ、ドメスティックテロリズムと向こうでは言いますね。あれはもう全くアメリカのクーデターじゃない、クーデターでも何でもないです、はい、まあ、未遂でもないですね、はい、あれは未遂にもいかないっていうことですね、はいはい、本当にクーデターやるんだったらあれ、うん、FBI とかペンタゴンにも行かなきゃいけないんですけど、うん、はい、議会の中だけの1個の手続きだけを阻止したということなんで、あれをやったところで全部が変わるわけじゃないですね、はい、変わるわけじゃないですね、はい、うん、まあ、あれ阻止実際できてペンスを殺したとしても結局もうあれは単なる儀式ですから、そうですね、はい、無理ですよね、ただの殺人事件として終わりですよね。まあまあまあ暴動殺人事件という、はい、暴動殺人、まあ、なんかそういう意味では国内テロですね、まあ、狙いとかそういうのも含めてということですね、はい、うん、はい、なのでじゃあそのアメリカの、国内テロはどういうことだったのかというと、はい、政権移行手続き、しかもこれ式典でしかない、はい、1月6日の政権移行手続きの阻止、はい、ね、これを失敗したわけです、はいはいはい、だからなので国内テロの失敗ということになりますね、はい、で、ルトワックの本にも出てくるクーデター入門にも出てくるですね、はい、メディアを抑えろ、そうメディアを抑えるってことなんですけど、はい、テレビとかネットはこれ全然阻害されなかったんですね、はい、はい、クーデターやる側がですね、はい、丸々映してましたからね、全部映してました、全部映されてましたし、はい、全部映されて、はい、なおかつ中に行ってたやつ、はい、自分たちのことも映してたっていう、はい、で、はい、トランプも途中までツイッターで、はい、言ってたけど途中でツイッター止められたという、ね、はい、状況でしたからね、はい、そうですね、テレビネットそのまま、はい、でこれはまさにクーデターには案件には入らないですね、はい、で、じゃあ実行主体は誰だったのかと、はいはい、うん、アクターと言われるんですけど、よく、向こうの言葉で専門用語で、はい、トランプ支持者と Q、はい、Q ですね、はい、あ、 Q を信じてる方、はい、Q アノン信奉者、まあ、でトランプ支持者の中でも、はいはいはい、ああいうことやらないよって人いるんで、まあ、はっきり言うとトランプ信者なんですよね、まあまあまあ、あそこまでやったっていう人たちはね、はい、そうですね、はい、だから Q とトランプ信者と、はい、そうですね、で、結果として戒厳令っていうのは結局出なかったんで、はい、ということです、はい、でその次、じゃあ今回の本題であるミャンマーですね、はいはい、これも2021年の 2月1日ですね、はい、早朝に起こった事件ですけど、うん、昨日一昨日ですね、はい、皆さんもご存知の通りこれ、うん、軍事クーデターと普通に新聞では全員言ってます、はいはい、言ってるんですけど、はい、うん、これ厳密に分けるとですね、はい、これルトワクの分類に僕は沿って言ってるんですけど、はい、プロヌンシアメントというスペイン語の、この聞き慣れない言葉ですね。あ、これは聞き慣れないんですが、はい、これ、特に60年代50年代60年代に、うん、南米とか中南米で起こった政変のことを、うん、大体こういう形で言うことが多いですね、はい、これ何かというと、うん、まあ、実行したい後でちょっと言いますけど、これ軍が、うん、軍がそのものが国家を乗っ取ったという形です、うん、はいはいはい、まあ、まあ、そのもの、初めから軍の影響力めちゃめちゃ強かったんですけど、はい、2011年からですか、うん、はい、一応民政政府が、うん、まあ、一応上にしてあげて、はいはい、軍側がね、うん、今まで軍政敷いてたんですけど、はい、一応民主的だってことにして、うん、一応軍が作ってたこの、国家の枠組みというものの少しの部分を軒を母屋をちょっと貸してやるよ、はい、と言って、うん、まあ、アウン・サン・スー・チーさんたちを、うん、まあ、民主一応民主的な政治をやらせてるってことにしてたんですけど、はい、うん、今回その民主的なプロセスがあんまりにも気に入らなかったんで、はいはい、彼女を排除したと、はい、まあ、彼女一味を全員排除したということで、うん、ここでドカンと、だから純粋なクーデターじゃない、
そうですね、要はあまりにもちょっと大所帯だということですね、はい、そうですね、はい、だから軍全体がやったんで、はいはい、これがちょっとあのポイントだと思います、うん、で、まあ、じゃあ何が起こったかというと文民の完全排除ですね、うん、はい、文民、まあ、要するに普通の政治家ですよ、はい、西軍関係って必ず政治家が上にいて軍がいてって話なんですけど、はい、その政治の部分を全部取り払って、うん、軍が全部全てを統括するという状況にしたということですね、はい、で実際にこれクーデターの時と同じようなパターンが起こりましてです、ね、うん、はい、ネットが遮断されたり、はい、電話もこれ通じなくなる、まあ通じ、ね、まあ、一部通じてたらしいんですけど、はい、通じなくなる、でテレビは軍がやってる放送のみと、ね、軍営放送だけになっちゃったんで、はい、軍の情報しか来ないようになってるってことですね、はい、で、これ実行したのはミャンマー軍全体であってですね、はい、うん、で結果として非常事態宣言を1年間も、うん、はいはい、日本も一応これね今非常事態宣言中ですけど、うん、1年間やるということをいきなり出てきましたということですね、はい、で次にタイをやりますか、あ、同じなんですよね、はい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 、タイもこれはクーデタークーデターって、まあ、そうです、まあ何お家芸ぐらいね、7年ぶりぐらいずっとやってるじゃないですかこれもあこれは14回とかですね、これあの智弁和歌山と同じぐらい、そうそう、7年ぶり14回目の19回目です、出場ですとか、そういう甲子園みたいな感じでね、よくやってますからね、はい、お家芸ですよね、はい、古豪と言われる、古豪、ね、クーデターという言葉においては古豪と言われる、はい、感じのタイですけども、タイと、はい、もしくはもう、うん、リビアじゃない、シリアかタイかってぐらいですね、うん、はい、回数でいくと、ね、はいはい、なんですけど、タイはこれ直近ではですね、うん、直近ではって言わなきゃいけないのが不思議ですけど、はい、2014年に、はい、タクシンさん の, お妹さん結構、はい、美人だったの、はい、インラックさんって方いらっしゃいましたね、はい、あの方から政権を軍全体が奪ったということになりますので、はい、うん、今はその軍政 の,、ね、延長なんですけど、はい、うん、あれこれプロヌンシアメントですよ、はい、プロヌンシアメントだから、これもクーデターとずっと言ってるけれども、はい、本当はプロヌンシアメント、そうです、だから軍事クーデターという、うん、名前でも対軍事クーデター2014年っていうタイトルがついてますけど、はい、ウィキペディアとか見ると、はい、これは正確にはプロヌンシアメントの分類に入るということになりますね、うん、はい、で、まあ、インラックさんから政権奪取してですね、うん、実際これもやっぱりクーデターのまあ、主なクーデターと同じようにですね、はい、テレビ局これ10社を放送停止にする、うん、はいはい、学校もまあ2日か3日ぐらいですけど、うん、一時閉鎖するという状況になりました、はいはい、ですね、で実行主体は当然タイ陸軍全体が行って戒厳令も出したということですよ ね、はい、これが一番まあ近い、まあ、成功した例で、はい、今回のミャンマーとかなり実は近いパターンなんじゃないかな、だけど、まあ、クーデターとは、まあ、一応みんな放送はしてるけれども、うん、プロヌンシアメントというのが、ね、はい、まあまあ、そうですね、しかもタイの場合は王室がありますんで、はいはい、王室に関してっていうところの下の部分で動いてるとそのまま残ってますね、はい、そうですね、はい、でトルコがね、はい、と一番近いと、そう、本物のクーデター直近ですね、はいはい、あれがね本当にいわゆるもう全員、うん、クーデターと呼ばれるものに一番ふさわしいものなんじゃないかなと僕思ってます、はい、それは何かというと2016年、はい、もうたった4年ちょいまでです、はいはい、もう4年経った、ね、もう4年経った、これ番組でやりましたよ、ね、やりましたね、はい、7月に、はい、7月15日に起こったんですけど、2016年のこれクーデター未遂です、はい、で実行主体が誰だったかっていうと、うん、これは軍の一部です、はい、軍の一部がやったんで、これはまさにクーデター本当に成功してたクーデター、要するに人数が少ない人数で、はい、シャッとトップだけをすげ替えるのがクーデター、そうで す, そうです、イメージ的には、ね、そうです、はい、むしろクーデターって言ったら皆さん、はい、想像しなきゃいけないのが居抜きですね、はい、はい、なるほど、既存の国家のシステムそのものはぶっ壊さないで、うん、そのまま上の権力の一番重要な部分だけスポンと入れ替えて、はいはいはい、はい、という状況をクーデターと言います、はい、はい、今回のだからミャンマーのやつはもう軍全体が入ってきちゃったんで、はい、もうちょっと違うということですね、で、狙われてたのはエルドアン大統領個人じゃないですか、はい、そうですね、でこれを排除するのを失敗したので、うん、エルドアンはもうそれを怒って、はい、粛清で300人ぐらいの軍人、はい、それに関わった人間を全員終身刑にしてるという状況ですね、まあまあエルドアン自体がね、はい、独裁ですから、はい、当然報復がすごいだろう、ね、そうですね、はい、で彼はそのアメリカに今逃げているギュレンっていう人ですね、うん、がやってるんだということで、そのギュレンをアメリカに引き渡せみたいなことも言ってるということですね、はい、でこれ実際、軍は、うん、テレビの1局だけ支配したんですよ、うん、ただ、はい、その後にエルドアンがなんと、はい、スマホを使って特にアップルの、はい、iPhone ですよ、そうですね、
フェイスタイムで、はい、結構ラジオの放送とかテレビの放送とかで、はい、結構こういろいろ指示を与えて、俺は生きてるし俺はまだ大統領だというふうに言ってましたからね、言ってましたからね、はい、あれがでかかったです ね、 これでかいですね、あれで結構もう周りが動けなくなった、はい、動けなくなっちゃった、はい、ね、軍につくわけいかないと、はい、そのクーデター側にね、これ本当十何時間で全てが、はい、終わったということなんで、はい、まあ、軍の一部がエルドアンが、うん、あと休暇でちょっとそのどっか別のところに行ってる時に、うん、はい、その隙を狙って、うん、はい、首都を開けてる隙にこう狙ってわっとやろうとしたんですけど、うん、はい、あっけなく失敗ということでございます、はい、はい、何も起こらなかったということですね、はい、この4つの違いというものをちょっと、はい、考えてみていただければ、だから本当はこのトルコで最近あったので言えば、はい、2016年のトルコのエルドアン排除しようとしたやつがクーデターであって、はい、そうですね、あとはちょっと、まあ、今回の件もクーデターとは言われてるけど、そうです、プロに言わせたらあれは食うで大丈夫ですよ。プロに言わせたらそうそう、そういう感じですよね。で、実際これね、はい、今最近すごい世の中になりましたね。うん、ツイッターで、やっぱルトワックに、はい、もう僕ツイッター彼の、ツイッターいつも見てるんですけど、はい、ルトワックに今回のミャンマーどう、うん、って、やっぱ言ってるフォロワーの方が何人かいらっしゃったんですよ。英語で彼に言ったら、今回ルトワックはやっぱ一言、これは食うでたじゃねえと。うん、プロナンシア、プロヌンシアメントだと、はいはいはい、やっぱ言ってましたね。プロヌンシアメントって何かっていうと、スペイン語で、うん、プロナンシエーションって英語で言いますよね、発音とか、ね、はい、これね宣言っていう、うん、スペイン語の言葉なんですよ、はい、プロヌンシアメントですね、うん、はい、ということでこれ軍全体が起こった文民完全排除ということで、うん、はい、実際厳密に見たらクーデターじゃないよということはちょっと皆さん、はい、ね、覚えておいていただければ、はい、知識としてね、はい、はい、ということです、はい、で、やっぱりね実際のところこれ見てみたんですけど、うん、僕もまあ、僕が今まで今日まで見てる情報だけなんですけど、うん、やっぱミャンマー、うん、民政移行ってやっぱ2010年ここ10年ぐらいしてますけど、うん、はい、実際軍の影響ってまだめちゃめちゃでかかったんですよね。議会が軍、はい、3分の1ぐらいが議会4分の1ですね、25% は軍の、はい、軍の議席がすでにもう固定されてるわけですよね。そうです、そうです、軍が議席が減るわけじゃなくて、うん、軍の議席が固定されてて、はい、それプラス軍に近い議席、民間人の議席が増えるか減るかっていうのあった。まあそういうことですね。でそれが今回、はい、ほら、うん、与党が圧勝しちゃったもんですから、はい、スーチーさんの、はいはい、NDL っていうんですか、うん、はい、でさらなる民主化恐れて、うん、まあ、軍側がこれはもうおかしいと、選挙の軍の議席を減らそうとしてたんですよね。まあまあそうですね、はいはい、でそれで怒ってということで、うん、はい、やってました、はい、まあまあ放送局とかね、うん、あと通信関係を遮断したっていうのはこれまさにテキストブック、うん、的なね、的な、はい、はい、教科書通りのやり方を、うん、はい、しっかりしたっていうことですね、うん、でこれ僕ね日本なんですけど、うん、僕これ日本がこのミャンマーに関してやっぱちょっと一言言いたいのですね、はい、日本ってミャンマーと仲いいわけですよ昔から、うん、でその代わりほらロヒンギャの話とかもありますんで、はい、2016年、うん、17年ぐらいからちょっと表面化してるじゃないですか、うん、強烈な特にイスラム系のロヒンギャっていう人たちに対する強烈な弾圧というか、はい、まあ、ほぼ虐殺に近いような現状があるわけじゃないですか、うん、はいはい、でそれに対して日本どちらかというといや人権ですよとか、うん、インド太平洋のね、うん、これ人権的な価値観外交だって言ってる割には、はい、日本実はその辺は目つぶってるんですよ。目つぶってますね。アジア的なそういう価値観で、うん、実は人権とかってあんまり言わないと、スーチーさんを英雄扱いのままですからね、はい、うん、はい、ってことなんですよね、はい、なので実はこれ何度も言いますけどこれ欧米とかは早速今回ミャンマーがこういうことになりました、うん、軍政に移行しました、はいはい、みたいなことになったら、うん、いきなりみんなが、うん、非難声明出したわけじゃないですか、うん、はいはい、で共同で、アメリカ、はい、ヨーロッパの、うん、まさに欧米の国々が共同で声明入れ英語でなんか発表してるんですけど、はい、うん、これに対して日本の名前入ってないんですよ、うん、でそれで日本国内でもちょっと指揮者の間で、うん、これどうなってんだみたいな話なんですけど、うん、確かに確かに僕前からこれやっぱ言いたいと思ってたんですけど、うん、特にアジアに関しては日本は価値観外交はやってません。確かに、ね、価値観外交やってないです。中国に遠慮してるっていうのもあるんじゃないですか。まあそれもあると思います。結局中国はこの軍政になってよかったと思ってるわけじゃないですか、うん、そう、中国側が言えば、うん、あれは内閣改造だぐらいな内閣改造って言ってますね。まあそれも改造だっつってるわけでしょ。それはちょっとだいぶ違いますね。ルトワックの分析ともまた違う。違います、はい、あれはい、まあとにかくですね、はい、これ今日本ってやっぱ微妙な立場にあって、はい、一応ほら
インド太平洋構想という、はい、まあ、戦略というか、そういう構想の枠組みの中では民主主義の価値観というものを、うん、まあ、前面に押し出すというか、まあ、一応看板としては出してるんです、はい、安倍さんもそれは民主主義の価値観みたいなこと言ってて、それを引き継いだ、うん、まあ、菅政権ということになるんですけど、はい、うん、これ実際ね、うん、これから多分欧米の方は、はい、まあ、当然なんですけど、うん、経済制裁かけてきますよね。まあ、そうですね、相当貧乏すると思いますね、はい、でそうすると、うん、利害がやっぱり多いのって、はい、まあ、もちろんアメリカとかも投資してるんですけど、うん、それ以上に日本とかシンガポールが、はい、結構お前らやんねえのかっていうふうに、うん、欧米側から圧力をかけられることになるんですよ、はいはいはい、そうした時に、うん、お前日本インド太平洋価値観言ってんじゃねえか、はい、何やってんのってことになるんで、かなり日本としてはですね、非常にこうバランスを取るのが非常に難しい状況に追い込まれるな。バランスというか、なんでだろうね、この外務省のやっぱこういろんなところと付き合いたいっていう、はい、こう嫌われたくないエネルギーですよね、信念のない人たちですか、まあ、だから、はい、まあ、逆に言えばそういう曖昧な態度を取ってるからこそ、うん、ミャンマー側にも喜ばれ、はいはいはい、その、ね、欧米との橋渡しになるっていうのは日本はあるわけじゃないですか。そして中国側からも喜ばれ、まあ、まあまあそういうことですね、はい、韓国側からもクリンチされて、そうそうそういうことですね、もうどこの国とももう、まあ、そう八方美人ですよね、はい、そうなんですね、そうビルマ商社がっつり突っ込んでる、はい、まさにその通りです、はい、でそういうこともありますので、うん、はい、じゃあ、すいません、もう一回今度は定義の話をちょっといきたいと思います、はいはい、じゃあクーデターの定義は、はい、これルトワックのクーデターの定義ですね、じゃあちょっと運営さん出してください、はい、クーデターの定義、クーデターの定義いきましょうか、うん、はい、これフランス語でクーデターということになるんですけど、うん、国家機関の 中の小規模でも決定的に重要な部分への浸透を利用して、うん、政府が残りの全ての部分に及ぼしている支配権を一気に奪うことです、はいはい、一気に奪うことです、はいはい、なので居抜きなんですよと、はいはいはい、いうことですね。で、うん、それに比べて今回起こった、まあ、軍事クーデターと言われてますけど、うん、実際もっと、正確な、プロヌンシアメントの方を出してください、はい、こちらも定義があります、うん、軍全体による政権奪取ですよ、はいはい、で建前上は一応国家の意思の実現を狙うもの、あの国としてはミャンマーという国全体の意思としてはこちらなんだから、うん、軍としては正しいことをやったと、はい、まあ、彼らも正当性が必要なんで、はいはい、ということになりますね、はい、スペイン語では、これですね、はい、宣言というか、はいはい、発言宣言ということになりますけど、そうですね、軍全体というところもこれポイントです、はいはい、分かります。 軍が一つのアクターとしてと、はい、いうことですね、はい、で、ですね、もう一つ、はい、クーデターが成立する前提条件3つっていうのがありますでしょうか、ね、はい、ルトワークしっかりねこの辺ね、26歳7歳の頃ですよ、はい、もうこういうのデビュー作でこんなの書いてるでこれさすがですね、はい、ちょっとやばいねデビュー作がデビュー作はクーデター入門ですから、はいはいはい、しかも1967年という、はいはいはい、これなんですけど、はい、まず一つ目経済の更新性、うん、経済がやっぱちょっとあんまり、うん、まだまだ先進国ではないと、はい、で2つ目、うん、外国から干渉されない独立性、うん、つまり、まあ、これ入られちゃったらすぐにひっくり返されちゃう、ね、あ、まあ、そうですね、はい、まずいじゃないですか、うん、旧ソ連圏の国々とか、うん、ハンガリーとかそういうところは、うん、むしろソ連側の影響が強すぎたんでってことはありますよね、うん、なるほどね、はい、ということなんですね。それはないので、はい、一応中国側と、まあ、欧米側っていうところの、まあ、中間でやっぱり一点で一応独立してこう存在してるっていう条件がやっぱありますよね、はい、で3つ目、うん、政治権力が一箇所に集中してる、うん、まあこれ、まあ、どちらかというとすでに政権基盤は、まあ、政治基盤はもともと強かったもので排除したっていうことなんで、はいね、はい、まあこれも当てはまるんじゃないかということですね、うん、でこれね北朝鮮これに当てはまるんじゃないですかっていう人いるんですよ。ああ、なるほどなるほど。ところがね、更新性もそうだし、はい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 、外国からも関あでもこれ中国から紐付きだから、まあまあまあ、まあそれはまあありますけど、はい、実際まあ結構独立はあると、はい、で3番目なんですよ、はい、問題、うん、北朝鮮ってこれ北朝鮮の専門の先生とか僕何人か知ってるんですけど、はい、その方の話やっぱり聞くと、うん、北朝鮮って実は縦割りが非常にすごすぎて、うん、横の連携で一緒にやろうぜっていう場がないらしいんですよ。なるほど、はい、なのでそれはやっぱクーデター計算してやらせないようになってると、そう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 、コーディネートができないと反乱軍側が、なるほど、ということなんで、うん、1、2に当てはまるんですけど、うん、3の時点で実は厳しい、難しいことらしいですよ、はい、だからね、ジョンウンとヨジョンを
排除したら終わりじゃない、はい、終わりじゃないかという話ありますけど、実はそうじゃないらしい、ね、なるほど、はい、うん、ということでございます、はい、ちょっと残念ですねそれは残念ですね、言っちゃいますか、いやまあでもなんか骨のあるやつがいねえなって感じですね、まあね、あの二人を本当にひっくり返してね、がっつり民主国家にしたいと思う人がいれば、はい、超縦割りらしいです、ね、いいんですけど、隣は何をする人ぞ状態らしいですよ、はい、戦略がね、はい、分かるように、はい、この番組はできてるんですけど、うん、もっと分かりたいと、はい、理想のために戦略の改造、そして未来予測、いろいろ音声講座作ってます、はい、リアリスト入門とかね、うん、この辺も分かるとアメリカのことは分かります、はい、そしてもう米中激突ね、うん、コロナとフォースターニングでどうなるかということなんかも入れております、うん、そして、ルトワックの理論ですね、はい、はい、あのこれは何度も言ってますけど、はい、扶養処方で、一番売れてる、売れてる、はい、はい、ルトワックのクーデター入門、そうですね、こちらになりますけどね、はい、こちらですよ。そしてトリプルインベージョン、はい、中国が静かなる侵略をしているという話ですね、はい、はい、トリプルインベージョン、あ、まあ、あのヒルンハンドの、うん、まあ、前提知識としてこれ持っていただくと、はい、そうですね、次に出るヒルンハンド もう何倍にも楽しい、面白いと、はい、面白いですね、はい、そうですね、はい、楽しめるということです、はい、そしてトップラインのね、孫子と、はい、クラウズビッツと、はい、まさし奥山の地政学講座、あ、地政学の本がね、奥山さん売れてますけれども、はい、もっと勉強したい人はこっちの講座をぜひ聞いていただけたら、究極はこちらでございます、なるほどね、はい、まあ、あの地政学は、はい、いろんな人が地政学の本書いたり、はい、いろいろ地政学的にって言って番組でいろいろ話してるけど、はい、ちょこちょこ間違ってるんですよね、はいはい、でそれをちょっと正したいなということで、和田さんもこれほら音声一緒に作ってるから、そうなんですよ、はい、だからそうなんですよね、はい、ちょっと残念なんだけども僕、はい、奥山さんの弟子になっちゃうんですよ残念じゃないじゃないですか、弟子筋になっちゃうんです、弟子筋になっちゃうんで、あ、そうなん、割とあのこの人地政学間違えてるなって思うんですよ、はいはいはい、奥山理論とちょっと違うなということは分かってしまう、はい、そうですね、そうなんです、はい、はい、そういうことです。